サードね。あ、サードは守備がうまい大井くんじゃないか。これなら安心だ。うわうわうわ、やってんな、やってるぞこいつ。こんな経験皆さんもあると思います。いやーちょっとね、大きいグローブで頼りすぎなんじゃないですか、はいはいはい、最近これじゃあダメなんじゃないですか。ダメなんですかこれじゃあ。練習でこの大きいグローブ使うっていうのはちょっと甘えじゃないですか。あーなるほどね。というわけで、はい、大井さんが求めていたやつを。素晴らしい、完成しましたね。はい、 GS トレーニンググラブ。大井さんがね言っていたやつを詰め込みました。覚えてますか、去年の端材レインボー。覚えてますよ、あれのリメイク版です。これは記憶に新しいわ。はい、なのでちょっとコストは下がってるっていうのと、うん、一番の強みがですね、人と被らないトレグラ。そうなんです、はい。今モンタナスポーツに多分10個入荷してると思うんですけど、うん、見ましたか。見ましたよ全部、僕もう毎日見てますから。はいはいはい、なんとラベルの色も全部違います。そうなんですよ。ということは何が届くか分かりません。そうです、はい。で今回その要望としてあったのが、うん、トレグラで結構種類あるんですけど、うん、これはサイズ感はこのくらいです。あんまりじゃあ小さすぎない感じか。超コンパクトなトレグラではない、うんうん、プラスこの指先ちゃんとこの全部通ってるんですよ、 X で。確かにもうグローブみたいですね。そう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 。なのでより実践に近いトレグラみたいな感じです。いいですね。あの以前板グラとかやって、うん、あれも別に良さあるんですけど、うん、やっぱ俺は取りたい、うん、逆シングと取りたい。掴める板グラとはまた違うんですね。そうですそうです。で今日発売で、うん、20個第1陣が来てるということで、はい、この後お見せします。どんなのがあるか全然違うから、うん、で当てはさみのノーマルあると思うんですけど、あれよりも全然ちっちゃいですってな感じでですね、これトレグラス置いてるやりたいことがあって、うん、おすすめの練習を2つ今から紹介します。夏の疲労で腰が落ちても取れる、はい、大丈夫ですか。さっきあのでかいグローブ出しましたけど、はい、これ最強なんで今。なるほどなるほど、はい、これは試合で、はい、練習こっちって言っても最強な練習を紹介します。じゃあこの夏はこのトレグラで守備力アップできるということですか。はい、はい、そうです、間違いないです。じゃあやっていきましょう。はい、それではレッツゴー。じゃあ今からトレグラってめちゃくちゃ練習目にあるんですけど、抜粋します。あ、そうなんや。2つ、大きさに頼ったら取れない。トレグラは指が短いので、はい、ここで取ったら負けます、うん、なのでこの中で取らないといけないっていう練習をまず1個目、はい、なるほど。通常の呼吸でいいんですけど、うん、しっかり手に当ててあげる。へえ。ここでこれってでかいグローブを使ってる人多分こうなります。指先で取っちゃう。こうやって。それじゃあダメなんですか。これだと感覚的には多分良くないです。うん、頼ってるってことになる。なるほど、こういう感じ。多分これが絶対起きます。それはもう守備力じゃなくてグローブで何とかしに行ってるってことですか。そう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 、こういうこと。これダメ。当たってる場所今スロー流しますね。じゃなくて、おお、確かに鳥にカッてグラブごと言ってます。当たってる場所注目です。わあ、これができると多分超楽になる、伸ばした時に。いいや。手のひら補給ってやつです。手のひら補給、それ大事なの。内野手は握り替えを早くしなきゃいけないんだ。ああ、なるほど、それが養えるってことね。超極端に言うと、うん、外野手をやったら多分これで取れない感覚的に。なるほどなるほど。外野手の感覚でやるとこんな感じです。こういうなんか負けちゃうというか、こういう感じ。ちょっと怖いね。ここじゃないストレコでは。確かに。でもそれ外野も言えますよね。そう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 。ここで。なるほどなるほどなるほど。内野手に限らずいろんなポジションでできますね。なんならピッチャーもじゃん。そう。フィールディング大事ですから。ね。はい。おい。かわいい。いいな。おお、いけ。おい。これやると何が起きるか。これ簡単です。ん？通常のグラブに戻した時にすごい楽に取れる。へー。これ1個目ですね。2個目いきます。何してんですかあの人は。早い。はい、早いっす。これ何の練習してるんですか。分かりますかこれ。分からないです。キャッチボールも一緒で、こっち取れたボールをこう取ったら試合に行けない。あ、こう取って動いた時にこっち動いたら
ましょう。ダメな例は、おこれダメです。グローブだけでいったら、そう負けるか。そう、負けるし、うん、届かない。次の動作に移りづらいっていうことですかね。そういうことか。こっちも、これダメです。ああ、確かに。じゃなくて、ロンで取る、取れたら、おしっかり動く。体とグローブごと持っていく。そうそうそう、全部そう。お取れた時に、うん、これやったら、そっからよいしょって投げなくても。ああ。けど、足使っとけば、ロンで取れました。おお、とりあえず普通に取ったらいい。大丈夫。普通に取ったら、そう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 、あ落ちた落ちた落ちた。それダメダメ、まあ、ダメ、うん、これそっから送球できないでしょ。無理です、うん、けど持っていったら、そう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 、おお早い。手だけ、それダメでしょ。怖いっす、うん、でもそう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 、足を運ぶ。おお、これ些細なことだけど、すごい大事なことです。めっちゃしんどいっすね。そう、そう、そう、しんどいんですよ。楽をしなくなる、うん、まさにそれだけです。おお、というわけで今回入荷したのが、ラインナップ紹介しましょうか。うん、ドキトバシ、ドキトバシ。というわけで今回はカラフルなトレグラが入荷してきました。すべて色が違う、すべてラベルが違う、同じものが存在しないトレグラとなっております。今日の動画ではゴロ補給だけありましたが、もちろんノックも受けれますので、ノックでトレグラを使うのもよし、ゴロ補給で使うのもよし、ぜひ皆さん活用して守備力アップに努めていきましょう。引き続き面白い球技やったら紹介していきます。今日の動画は以上です。よりよっしゃ。道は続いてこう。そして今月のプレゼント企画はこちらの GS 小ゴリラ型を1名様にプレゼントします。こちらは撮影で一度使用しましたが、めちゃくちゃまだ備品でガンガン使えるグラブとなっております。自分が片付けをしまして、すぐに使える状態となってますので、ぜひ使ってみてください。チャンネル登録&コメントで応募完了です。たくさんのご応募お待ちしております。